それでは引き続き、じゃあ皆さんこんばんは。東海道についてっていうことで、お手の深い、沼津市の原点というような場所だということで、今日は明治資料館の大場先生にお願いをして、これその辺の話をね、今日して。次って言葉はもう皆さんよくご存じと思いますが、いまして、各駅に馬を用意するというのがあったんですけれども、これをはっきりと五街道を整備したのが徳川家康ですけれども、徳川家康って人はお手元にも書いての資料に書いてありますけど、慶長6年の、1601年という年ですけれども、各職場に36匹馬を用意しろという命令が出されました。それで馬を出した家に対しては30坪の屋敷の税金を免除すると、税金を免除する代わりに馬を用意しろっていう制度が1601年に定められました。そしてこの沼津宿は東海道53次のうちの12番目の宿場ですね。それからずっと今度は水野さんが支配する、この辺りはみんな水野さんが支配する土地になっていったわけですね。城下町としての性格がまた盛り返してきたわけです。でもこの本町の辺りは宿場町として栄えていったわけですけど、幕末まで、この沼津の町は水野のお殿様が支配していました。水野は8代まで続きます。特に一番最初に水野忠と今度家々大体2階屋が多いようですね。これらいわゆる、商人たちが随分生活している問屋さんとかそういうのがたくさん並んでいる占めているところですね。話があちらこちら前後しちゃいましたけれども、大体時間がこれで50分ぐらい経ちましたので、これで終わりさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。大場先生に盛大な拍手を。以上でございました。で今日小池先輩から江戸時代の宿場町の飯を、しかも本陣呼ばれる大名の飯を作れという非常に無理難題がございましてですね、はっきり言ってできない人です。で一番の理由はですね、まず最近原料が違う。原料が違うということはどういうことかといいますと、取れる魚も肉も昔と今では違う。で一番重要なことは、江戸時代には冷蔵庫も氷もないんだよ。だから食品の保存は生ということはほとんど無理なので、生で食えるのは沼津の港で上がった魚、これが一日、上がってあったものです。でこのカジキの漬け焼き、漬け焼きというのは酒と醤油に漬け込んだ切り身を焼いて、食べていきます。で多分その時もありましたよね、ちりめん、これは多分あったでしょうから、ちりめんと、その辺の田んぼに行けばいくらでも入った大根おろし、大根おろしも一つの大きなごちそうでございますんで、これを食べて、でそれをこちらの方のテーブルに載せますので、大皿出しますから申し訳ございませんが、めいめいで、あるいはグループで取っていただいていただくと思います。それからもう一つ、江戸時代に飲んでいただであろうお酒でございますが、酒というのは本来原酒というのは20度度数のことであります。で皆さんが食べて飲んでいる、お酒というのは多分18度前後、
のお酒と思います。これは水で薄めてあるんですね。で、よく時代劇でもって、その町の町人とか江戸の武士がですね、二合とっくりをぐいぐい飲んでいた。で、昔の人は随分酒に強かったのは違うんですよ。酒が強いんです。酒弱かったんです。弱い酒をいっぱい飲んだんですね。で、今日はその弱い酒、つまり水で割った酒を飲んでもらいます。ただしこれ安田のオリジナル料理をゆっくりと味わっていただきたいと思います。それでですね、